日記、同37万人が2月15日、小田圭と最近の騒動について話します。と題する動画を公開し、相方の小田圭、同24万人の近況について語りました。小田圭とミッキー。先月27日、小田圭、ODAKI の所属するレコード会社が重大な問題行動があったとして、小田圭との契約解除を発表しました。小田圭本人も同日 TikTok ライブを実施し、小田圭、そして世の中に出るのが正直ずっときつかった、と心境を吐露するとともに、今後は小田圭ではなく、本名の内田圭介として活動していくと表明していました。バル、現在、ヒカル、同485万人、率いる、ネクストステージ、で活動しているミッキーは、昨年無期限活動を休止した、ミキヨダ、同125万人、で、小田圭と共にコンビとして活動しており、小田圭の配信の翌日にツイッターを更新、お前がそうしてくれたように何があっても俺はお前を愛しているよ、とメッセージを送りました。さらに今月14日、ミッキーは自身のチャンネルに、どんなくんも大好きだよ、と題する動画を投稿し、以前二人でドライブに行った際の楽しげな様子を公開しました。ミッキーは、コメント欄に、誰も何も怖がらなくていい俺らは元からずっと変でそこがお互いに大好きでだからこそ離れていてもずっと一緒なんだよ。と綴ったほか、インスタグラムのストーリーズには、小田圭とのツーショット写真とともに、どんなくんも大好きだよ、と投稿。すると、小田圭も同日ストーリーズで、俺も愛してる。と答えていました。小田圭は、ずっと変なんですよ。15日、ミッキー派小田圭の近況について動画で報告します。小田圭とはつい最近電話で連絡が取れたらしく、ミッキーは、変わってないな、と思ったのだとか。バル、あいつは変な人なんですよ。でそこ、ケースケ、小田圭の本名は、ずっとですよ。僕が会う前、会った時、会ってからもずっと変なんですよ。彼は、これはディスじゃないです。と語り、お互い変なやつと思っているのがミキヨダ、だとします。ミッキーによると、小田圭の、変、は、まっすぐ、変な嘘のない、変、突き抜けた、変、だと言い、それが魅力、であり、そこが俺が惚れたポイント、なのだとか。そんな小田圭はアーティストの夢を持っており、ミッキーは、ずっと一緒にやっていくのは無理だろうなっていうのは思ってたから、ちゃんとみんなにもいずれは別々の道に行くだろうってことを伝えた上で活動はしてたわけなんですね。と明かします。小田圭は以前と比べて痩せており、見た目も変わっていますが、ミッキー派それほど変わっていない思ったのだとか。電話では、小田圭から絵を描きたい、という話が出たと言い、今後タイミングが合えば、直接会う話にもなったそうです。次ページ、俺はずっと死ぬまで一生お前の味方やから。俺はずっと死ぬまで一生お前の味方やから。変な奴って、どんだけ周りに人がいたりしても孤独なんですよ。なんでかって言ったら、変、だから合わないんですよね。価値観とか全部が、基本的に、だから変な者同士、惹かれ合ったのかなとかも思うんですけど、やっぱ、みんなといるようで、みんなといない、みたいな奴は、変な人、に、はあると俺は思ってて。と語るミッキー、だからこそ小田圭には、俺はずっと死ぬまで一生お前の味方やから、と伝えたそうです。バル、ところが電話した際には、ミッキーの方も騒動に巻き込まれていたためか、小田圭から、俺が絶対いるから、大丈夫だからね、との言葉があって、ミッキーは泣きそうになったそうです。自身の元には、小田圭を、助けてあげて、という声が多く寄せられたと言い、自身でも、何でもしてあげたい、というミッキーですが、本人がそれを望んでいるかわからないのに、助けの手を差し伸べるのは、押し付け、ではないかと語ります。ファンには、僕は本当に何があっても、圭介のことは大好きです。ずっとそれは本当に変わらないんで、そこはみんなに分かっといてほしいなって思います。と呼びかけ、小田圭の、したいこと、幸せなこと、を最優先にしたいと語り、締めくくりました。